はい、今ですね、ベトナムのホーチミンにいます。でホーチミンのね、今ベタウチをね散策しているところなんですけど、今大きな踊りに出てきてます。すごいですね、まあ、さっきからね、女とかハッパーハッパーとかね、いやだら声かけられます。結構スリとかいいんでね、気をつけた方がいいです。こういう風に、ね、タクシーもこうピーピー鳴らしてきます。こっちが行くとアルスブー、まあここなんか結構ゲイが多いって言ってたんですけどね、有名なんですよね。こんな感じで今でこっちに入っていくと中心の方です。クスを磨こうとしてね、で1ドルでやってくれる先生で、マジ難しい。こんな感じで話しかけられます。で彼ら結構本当にカメラに映るのはね、欧米人と違ってね、嫌がりません、日本人なんかと違ってね。だからこういう交流のね、ところが見れる感じですよ。面白いこのパーパーの話さ。